皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科3分チェック、今回は光合成の実験を取り上げてみます。3分チェックの動画ですけれど、今回はねこの理由の部分、操作をするとき、実験の操作をするとき理由の部分を覚えていくので、時間は3分よりだいぶ長くなるので、それは承知しておいてください。動画の作り、いつもと同じで大切なこと、これを前半で覚え、後半は空欄の穴埋めでそれを覚えているかどうかチェックする、こういう形になります。では始めます。ここに葉っぱの絵が描いてあります。葉っぱに ABC と3つの部分、記号が振ってあって、それぞれどうなっているかというと、 A の部分というのは日が当たる、そして緑色の部分、つまり日が当たるところで葉緑体がある部分ということになります。 B の部分は負の部分です。負の部分というのは葉緑体がない白い部分、こういうことです。 C の部分、これは日光に当たらないだけど葉緑体がある部分、これが C の部分です。この四角い部分はアルミ箔で覆ってあるという意味になります。1番、冬入りの葉のある植物をアイスに一晩置いておきます。これはなぜかというと、葉に残っているでんぷん、これを空っぽにするためです。で、葉に残っているでんぷん、これを空っぽにするために、これアイスに一晩置いておきます。2番、葉の一部をアルミ箔で覆って日光に当てます。その後でその葉を取って、3番、葉を柔らかくするためにその葉っぱを熱湯に入れます。葉を熱湯に入れる理由はと聞かれたら、葉を柔らかくするためと、こう答えましょう。4番です。葉を脱色するために温めたエタノールの中に入れます、ね、エタノールの中に入れる理由、これは葉を脱色するためと、こう答えればいいんですよね。脱色というのは色を取っちゃうということですね。実験の結果が分かりやすいように、ね、薬品の変化が分かりやすいように色を取っちゃうということです。5番、要素溶液に入れて反応を調べます。そうすると A の部分、日光に当たる葉緑体のある部分ですね、これは青紫色に要素溶液が変化しました。 B の部分、負の部分、これは変化がありません。 C の部分、葉緑体はあるけれど日光に当たっていない部分、この部分も変化がありません。このことから6番で A と B を比較して、 A はでんぷんができている、でも B の部分はでんぷんができていない、 A と B の違いは何かというと、葉緑体があるかないかですよね。つまり光合成をするのに葉緑体が必要ということ、これが A と B を比較することでわかります。次に A と C を比較します。 A の部分はこれ青紫に変化した、でも C の部分は変化しない、その違いはどちらも葉緑体はあるんだけれど A は日光に当たっている、 C は日光に当たっていないということですから、この A と C 比較してわかることは、光合成には日光が必要と、こういうことがわかるんですね。もう一度いくと、斑入りの葉のある植物、これをアイスに一晩置くと、これは葉のでんぷんをなくすため。次に葉の一部をアルミ箔で覆って日光に当てる、そしてその葉を取って葉を柔らかくするために熱湯に入れる、熱湯に入れる理由は葉を柔らかくするため、こういうことです。次に葉を脱色するため、色を取るために温めたエタノールの中に入れます。温めたエタノールの中に入れる、その理由は葉を脱色するため。葉を脱色するためにどのようなことをしますか。温めたエタノールの中に入れると、こう答えてください。そして5番で要素溶液、これに入れて反応を調べると、そうすると A の部分、
これは青紫に変化した。でも B の部分と C の部分は変化がなかった。A と B を比較すると光合成、これには葉緑体が必要ということが分かると。A と C を比較すると。この比較で光合成には日光が必要だということが分かる。こうなりますね。では穴埋めのチェック、これに移ります。では穴埋めチェック始めます。1、斑入りの葉のある植物、これを暗室に一晩置きます。これは葉に残っているでんぷんをなくすためでしたね。2番、葉の一部をアルミ箔で覆って日光を当てる。そしてその葉を取って葉を柔らかくするために熱湯に入れます。熱湯に入れる理由は葉を柔らかくするため。こうでしたね。そして葉を脱色するために温めたエタノールに入れると。エタノールに入れる理由は葉を脱色するため。葉を脱色するためにすることは温めたエタノールに入れると、こういうことです。そしてでんぷんがあるかどうかを調べるためにヨウ素溶液に入れて反応を見ると。そうすると A の部分が青紫色に変化、 B と C の部分は変化なしでした。このことから A の部分だけがでんぷんができていると、光合成が行われたということが分かります。そして6番、 A と B を比較すると A と B の違い、 A の部分はでんぷんができていて B の部分はでんぷんができていない、違いは何かというと葉緑体があるかないか。葉緑体がある方がでんぷんができているので、比較して分かることは光合成には葉緑体が必要、こうなりますね。次に A と C を比較します。 A の部分はでんぷんができていて C はでんぷんができていない、2つの違いは何かというと、どちらも葉緑体はあるんですけれど A は日光に当たっていると、でも C は日光に当たっていない、こうなりますから光合成には日光、光が必要だということがわかるわけです。もう一度いきます。斑入りの葉のある植物を暗室に一晩置く、これは葉のでんぷんをなくすため。次に葉の一部をアルミ箔で覆って日光をよく当てると。そしてその葉を取って葉を柔らかくするために熱湯に入れます。熱湯に入れる理由は葉を柔らかくするため。葉を脱色するために温めたエタノールに入れると。温めたエタノールに入れる、この理由は葉を脱色するため。葉を脱色するためにすることは葉を温めたエタノールに入れるということです。で、でんぷんがあるかどうかを調べる葉素溶液に入れて反応を見ます。そうすると A の部分は青紫に変化しましたけれど B と C の部分は変化がありませんでした。A の部分だけがでんぷんができている、つまり光合成が行われたということになります。このことから A と B を比較すると A はでんぷんができていて B はでんぷんができていない、何が違うかと、葉緑体があるかどうかですよね。ですから光合成には葉緑体が必要ということがわかります。次に A と C を比較する、 A にはでんぷんができていて C にはでんぷんができていないと、光合成が行われていないと、 C ではね。どこが違うか、どちらも葉緑体はありますけれど A は日光に当たっている、 C は日光に当たっていない、日光に当たっている方がでんぷんができているので光合成、これには日光が必要、こういうことがわかります。今回は光合成の実験についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。